Radio Jack with Later from Gazette。 はい、お送りした曲はガゼットでバリアルアプリキャントでした。さて、今日からインターネットラジオもスタートします Radio Jack というわけで、今日はガゼットのボーカルルキさんをお迎えしてお送りしています。チョリース。どうですか？ルキが来ると噛むっていうこのジンクス。ジンクスあるでジンクスとか言う。今日はひどいね、しかしね。いや、でも噛むといえば、俺かルキかみたいなとこない。ないね。いや、あるでしょ。あるけど。多分俺より噛むんだ、ルキ。いや、多分俺の方が噛まないんだよ、多分。どこがだよ。要するに、だからなんか俺は、お前がこうちゃんとやってるって聞いたから、噛んでるけどね。聞いたから来たのに、ね。全然昔と変わってない。ほら。でもね、すごいね、一人の時はね、頑張ってるんですよ。そう、本当に。多分一人だとなんかやんなきゃいけないみたいな使命があるけど、二人の場合、なんかルキ君何とかしてくれんじゃねえのみたいな。最近あれだしね、レイタ君もね。何がであれだしって、お前、まあ本当に余計なこと言うんじゃないということでね、とりあえず、メール来てるんで、紹介したいと思ってます。リングネーム、寝ても覚めてもガゼットさん。お前ひどい笑ってないよ、今。こんばんは、私は自分で言うのもなんですが、物持ちはよくありません。稀に大事なものさえなくしたりするんですが、たった一つだけ不思議となくならないものがあるんです。それは10年ほど前に買った小さなコンパクトミラーです。これだけは引っ越してもバッグを変えても気づけばいつもそばにって感じなんです。失礼ながらそんなに大事にしてたわけでもないので、なくならないのが不思議で仕方ないんですが、最近腐れ縁的なものを感じて、これからは大事にしようかなと思ってます。レイタさんは物持ちは良いですかと。これルキ君物持ち非常に悪い。そうだね。それはだってお前見てないじゃん、俺の表面的な話ですよ、それ。いや、俺結構お前の内面まで探り込んでるけど。なんで？いや、全然物持ち良くないじゃん。お前はいいよ、確かに。俺めちゃめちゃいいでしょ。なんかもうね、8年前ぐらいから同じ。変なこと言うなよ。同じズックを履いてる。いや、履いてねえよ。別にいいじゃねえか、あいつ。いや、ルキがとにかくね、でもね、捨てるというよりは、あげてるよね。あげてる。マネージャーのマネージャーのなんか、ダメな方のマネージャーに。酒井君に。今日もカバン違ったしね、この間まで。いや、しかも聞いてないしね、その、カバンが変わったことも。そうそう、聞いてなかった。俺も非常に残念でならないし。でも、レイちゃんすげえ物持ちのあれだよな、袋。言うなよ。なんで言うのあれちょっと貧乏くせえじゃないか。でも昔から、確かに。前のバンドから使ってるよね、あれね。いや、あれね。いや、なんだろうね。どっかの店でもらった袋を、なんかしないけど、袋変える必要ないじゃん。もうほんとビニール袋なんだけどね。もうすっげえシワシワなんだ。なってるね。今持ってる人多分世の中で俺ぐらい。さすがにその店も袋のデザイン変わってるはずなんだけど、今でも俺は使ってるっていう。だからそしたらもうそれにさあ、あれだよ、私も持ってますみたいなメール来るかもしれない。かかってこいよ。勝負なんだね。でもね、小さなコンパクトミラーって、すげえなくさね。コンパクトミラー割れるからね、こうパキッて。そう。だからさ、グッズでも、ミラーがちょいちょい出るのは、あれ、ルキがなくしたタイミングで出てるからね。あ、そうなんだ。じゃあ、ルキがなくしたタイミングでツアーがあるってことなんだよね。そうそうそう。それでツアーがあるんだ。つらーって。最悪でしょ、これ。まあ、やりやしとるや、こいつ。物持ちはね、いいに越したことないですよ、やっぱし。まあね。だから、まあ、この10年、一緒に付き合ってるミラーならね、手入れしながら、一生持ってほしいなと、ことじゃないでしょうか。ね。はい。